このつく時の音結構好きなんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速イメミの館へ。いらっしゃいませ、ラクダイションサロンイメミの館へようこそ。お越しくださいました。はい、ということで今回は農園とか田園をイメージしたパストラーレ村に行ってみたいと思います。なんか音楽用語でパストラーレっていうのが、まあ田園風のとか牧歌風のとかそういう意味らしいです。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベルでご提供いたしますわ。いい夢見せて。あのメロディーズ村を作った人と同じ人が作った村です。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでパストラーレ村に出発。はい、パストラーレ村に到着。いいね、レンガ作りの夢の世界へようこそ。あなたは今パストラーレという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のパストラーレの世界をご堪能あそばせ。お、あ、こっちとこっちにセットがあるっぽいけど、こっちズボンやね。ってことはこっち女の子用の方かな。はい、じゃあ着替えていきましょう。この静かな感じの音楽いいよね。ニットワンピースや。じゃーん、こんな感じでいいっすね。とりあえずニットワンピースがめちゃくちゃいいっすね。はい、それじゃあ一軒目はこっちの方かな。あ、見て見て、これ道の真ん中にも花が。あ、すごい。なるほど、こういう感じで。はい、花に囲まれたベンチ、良きだね。はい、それじゃあ一軒目の家は、こっちか。あ、どうも。サクソフォンさん。サクソフォンさん、この人は村長さんやね。村長でサックス、サキ、サクなどの呼び方がある。呼び方、名前の呼び方。チェロとは違うイケメン系男子でイケボー。でもひょんなことから村長になるなどおっちょこちょいな一面も。大吠えの彼ピッピで彼の部屋にはあれがあるとかないとか。なんだなんだ、白銀の世界って綺麗だよな。いいよね。あたり一面雪の世界みたいな感じ。この辺雪が積もってるのね。これは畑ですかね。はい、それじゃあ一軒目お邪魔します。まあ一応ね、チェロっていうの、さっき言ったチェロとは違ったイケメンっていうのは、まああのメロディーズ村の方のチェロさんやね。こうなんかいろいろ合わせてみてみたらよくわかるかもしれない。ここケーキ屋さん？あ、こっち自転車屋さんや。あ、すげえ、自転車屋さんって今までなかったね。すごいすごい。私ね、自転車屋さんはね、めっちゃこう、自転車がパンクしまくりよって、現空気、パンクを直してもらうのに、一時期めっちゃ通いよった。高校生ぐらいかな。めっちゃ通いよったよ。この人は何をしてるの？犬の散歩をしてるのかな？しつけ？めっちゃ伸び伸びしよるけど、この子。あ、今はね、私自転車は、パンクしないタイヤに変えたから大丈夫。はい、右側の部屋は、これ以上奥には行ける。全然行ける。ここは、楽器屋さんってことかな。レジがあるね。なるほど、なるほど。あ、なにこれ、こんなカラフルなのがある。すごい、見たことないかも。あ、かわいい。水玉のやつや。これはリメイクってことでいいんかな。いいね、いいね。私はもう全く音符が読めないんで。小学校とか中学校、高校、すべて私は楽器を演奏するときには、楽譜に音階を書いてました。ドレミファ。ピアノもどこを押したらどうかもよくわからないし、鍵盤ハーモニカはドレミファソラシドを鍵盤に書いてるタイプのね。はい、そして左側の部屋へ。お、左側、ここは病院？なんか小児科みたいな感じかな。
小児科なわけではないんかな。なんとなくこう、ね、子供チックというか、なんかそういう感じがする。私、今はね、ちょっとぐらい体調崩しただけじゃ全然、もう何年も病院とか行ってないけど、小さい頃はちょっと風邪ひいたってなったら、速攻で病院連れて行かれよったけんね、小児科には何気に、何気に通ってたよ、なんかいつもいつも。なんかね、なんて言ったらいいんかわからんねえけど、風邪ひいた時に、なんて言うんやろ、こう、吸引式の薬？吸引式？でも自分が吸引するんじゃないかな。なんか、なんて言ったらいいんかわからんけど、なんて言ったらいいんかも全然わからんねえけど、酸素マスクみたいな、ああいうのをつけて、なんか薬を飲むみたいなのがあったんよ。そういう装置が。あれ結構好きやったんよね。え、これなんなんやろ？プレゼント？お医者様への貢ぎ物ですか？これ手元に置いとるのはカルテかな？一瞬スマホかな？ちょっと思ったけど。違うか。でも今はなんかね、スマホでいろんなことができるけんさ、お医者さんもなんかこういうので、ね、説明したりとかできそうな感じするけど。あ、これ。これ赤べこよね。赤べこもなんかリメイクできるってことか。え、これもともと赤いやつやろ？なんかすごいイノシシみたいな感じになっとるけど。はい、そして2階へ。お、2階は個人の部屋やね。ここ村長さんの部屋ってことかな。なるほどなるほど。結構シンプルな感じが好きなんかな。大吉。シンプルなのかどうか、うん、でもシンプルやね。ドンって文字だけある感じ。あ、虫捕り大会で優勝をしている。ポン。いいねいいね。このつく時の音結構好きなんやけど。何この黒いの。あ、指輪？指輪かな？ですね。キーン。きっとあれだね。プロポーズに行くんですね。あれやろ、オーボエさんのカレピッピなんやろ。はい、それじゃあ、まあ、まだね、オーボエさんこの村に出てきてないから、とりあえず2軒目。あ、かわいい。見て見て見て、ここめっちゃかわいくない？ここを通ったらサクソフォンさんの家に着くということなのね。なるほど、なるほど。え、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。あ、あ、かわいい。いいな、なんかここの通り好きなんだけど。ここの通り好きなんだけど。はい、そし、お、うまい。え、これは本当にあるお米の名前？パストラーレのうまい。あ、ここがね、ここが、その村長さんの一番のこだわり。の場所らしく、いいね、いいね。カラフルローズロードっていうらしいです。え、めっちゃ綺麗なんやけど。え、超良くない？超良くない？ここ。いいね。なんか、ここの構想から始まったと言っても過言ではないらしいです。すごいな。なんか、ああいうね、観光名所的なものを作ろうっていうのが私にないけんな。あ、どうも。クラリネットさん、冬の寒さが強さを生むのよ。クラリネットさんは、サックスとオーボエの旧友。サックスの紹介で引っ越してきたらしいです、この村に。そして、クララなどの呼び名があるが、クラリスと呼んでほしい。クラリス。クラリス、クラリネットなのに。そして、商業系について学んできたのもあり、パストラーレ村の経済発展に貢献すべく農業も勉強。あ、じゃあ、うまい。育てよるのもこの子ってことかな。全然なんかそんな感じせんのにね。農家って感じじゃなくない？農家は専門ではないんやろうけど。そして、ま、村のブランド米はじめ、いろんな作物などを PR すべく日々努力しているらしいです。私も大学で商業系は結構、ね、学んだ。商業系っていうか、私は法律が主やけど。あ、いいね、いいね。え、たい焼き？いいやん。私、たい焼き、あんこ食べれんけどさ、最近のたい焼きってめっちゃいろんなのあるやんか。けん、カスタードのたい焼きとか、黒
クロワッサンたい焼きとかなんかいろいろね、いいよね。チーズクリームが入ってるやつとか好きよ。あ、こっちは花屋さんやね。こういういろんなお店をいっぱい集めてるの好き。あ、骨董屋さん、ここは。なるほど、よき。そしてここで休憩がってら、ちょっとね、自販機でジュースを買って本を読みながら。あ、こっち古本屋さんかな。古本屋さんってさ、ちょっとなんかめっちゃ時間が過ぎるのが早く感じるよね。あっという間に時間が経つんやけど、古本屋おったら。はい、奥の部屋。あ、これや、うまい。なるほど、この村オリジナルのブランドね。いいね、いいね。愛媛はね、姫ライスがあるんかな。姫ライス、姫ライス、愛媛さんには愛があるっていうやつ、いいっすね。愛媛さんには愛があるって何やったっけ。 JA 農協のなんかキャッチコピーみたいなやつ。え、でも正直愛知にも愛があると思うんやけどね。え、めっちゃなんかあれやん、口に葉っぱとか加えちゃって。店員さん、もうそういう風にかっこつけなくていいんですよ。あ、そしてこの辺も、まあ、この村で採れた農作物ということだね。なるほど、なるほど。いいね、うまい、食べてみたいね。やっぱ日本人といえばお米だから。いや、パンも好きだけど、でも断然ご飯ってなったらね、お米だね。はい、そして右側を、ん？ここは？ここは魚屋さん？魚屋さんって言ったらあれやね。なんか食べる方みたいな感じやけど、そういうやつじゃなくって、なんて言ったらいいんやろ。え、ああいうお店ってなんて言うん？魚屋さんじゃなくって、なんか、ペットショップ的な、ペット的な感じの魚を売るお店の方かなっていう。え、なんて言うんやろ。わからない。なんて表現するんすかね。いいね。なんか店員さんの椅子もイカ型で。え、食べるの？食べるのかな？まな板の上に乗ってるわ。あれ？鑑賞用かなと思ったけど。あ、魚屋さんで会ってた？もしかして。会ってるのかもしれない。わからんけど。はい、そして、2階へ。2階は、2階は何やろ？倉庫みたいな感じかな？え、なにこれ？マイデザイン？かわいい。なんかいろいろと絵が飾られてある。骨董品とかなんかそういうものを置いてあるんかな？インテリア的な。それじゃあ、ちょっと3軒目の家へ向かいますかね。あ、あっちはなんか家が隣同士にあるね。ん？こっちは行き止まりだわ。めっちゃ普通に行き止まりだったわ。さあ、こっちから渡って。この辺のは何？何の空間？なんかよくわからんね。空きスペースかな。お、これは？ん？これは？たぬきハウジングって書いてる、もしかして。ちょっと待って、邪魔だよ。オーボエがデザインします。お、出てきたよ、オーボエさん。どこだ、あ、こっちだね、こっちだね。はい、ここ。家の中におるんかな？なんか、これは多分こっちの人やと思うけん。え、家の中かな。お邪魔します。あ、おったおった。どうも、オーボエさん、たぬきハウジングのデザイナーです。このオーボエさんはたぬきハウジングのホームデザイナー、そして理系上である。で、サックスの幼なじみで現在は彼かの。フルート情報だとサックスを追って引っ越してきたらしいと。あ、すごいね、一途だね。良きだね。ちなみに幼少期はクララの親からオーボエを教わっていたので、クララとは仲良し。この村の人たちも
まああれやね、音楽大好きな感じなんやね。音楽でつながっていく人間関係良きかな。なんかすごいあれやね、本人はさ格好とか可愛い感じ、あでもかっこよさげな感じなんかな。キティちゃんの帽子ですごい可愛さが出とるけど、なんか部屋はねめっちゃクールな感じするよね。この壁とか家具もそうやし、へえ、なるほどなるほど。なんかもうちょっと女の子した感じなんかなって思ったけど違うんだね。はい、それじゃあ奥の部屋へ。お、奥はなんかすごい落ち着いた感じ。これ桃かな、多分そうだね。お、なに、みんなオムライス、オムライス大好きな家族なんやね。よきよき、私もオムライスめっちゃ好きよ。そうやな、久々にオムライスが食べたい気分になってきたな。今年に入ってからはまだ食べてないや、一回も。めっちゃいいやん。これは何が入ってるの？なんかよくわからんけど、ボックスが収納されてある感じなんかな？本か。本っぽいね。ほい、そして、左の部屋へ。お、左。あ、やっぱりキティちゃんは好きなんやね。すごい好きなんだね、きっと。まあ、帽子かぶって過ごしてるぐらいだから。お、そして、ちゃんと、たぬきハウジングの制服もあるよ。あ、ほらほら、こういうところで多分ね、設計図とかいろいろ考えようんじゃないんかな。ホームデザイナーだから。いいよね、ハッピーホームデザイナーもさ、結構なんか、無限に遊べる感じするよね。まあでも言っても、村自体を作り込みたいみたいな人には向かうのかもしれんけど。あ、これはスカートかと思ったけど、ズボンかな。かわいい、これめっちゃかわいいんやけど。え、いいな、あの服かわいい。え、現実でもああいうの好き、着たことないけど。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側はすごい緑でまとめられとる。やっぱこう、ホームデザイナーをしよるっていうだけあって、自分の家もこだわりを持ってデザインしてるって感じがするよね。こういう家具の置き方だとか、家具のまとめ方とか。いいね、いいね。あ、やっぱりこういうの使って、なんか何、シミュレーションみたいなのやってみたりするんかな。私、シルバニアファミリーが大好きやったよ、昔。シルバニアファミリー買ったらなんかさ、中にめっちゃ小さい小さいなんかストーリーの本みたいなの入ってるけん、それを読むのも好きやった。お、2階はめっちゃウッディーや、ウッディー。すごい木って感じ。あ、このベッドいいな、かわいい。森、なるほど、自然が大好きなんだね、きっと。あ、やっぱ金魚鉢いいよね、かわいい、癒される。私もあの、サブ村の方で、まあ、このやつやけど、サブ村の方でめっちゃ金魚鉢が部屋に置きたくって一生懸命釣り寄ったんよね。ちゃんと置けたよ。はい、そして次はこのお隣さん。さっきこの辺におったよね。まだ、あ、おるおるおる。はい、どうも。あ、どうぞ、ごゆっくり。フルート。この子はね、さっきの、オーボエの妹です。オーボエの妹で、姉が心配で追いかけて引っ越してきたと。で、森の入り口に家がある。村一の陰キャ。陰キャ。さすがオーボエの妹。こちらも理系女。理系女ってなんか憧れるよね。めっちゃ良くない？かっこいいよね。私思いっきり文系やけんさ。憧れるわ。お邪魔します。ちなみにこのフルートちゃんは生物の研究をやってるらしく、だからこうやってすごいね、もうこの部屋の中でめっちゃ植物育てようとけん、明かりもこういう感じなんやろうね。人が生活する明かりじゃないもんね。多分これ植物に必要な明かり、植物に必要な最低限の明かりを使ってっていう感じやろ。洗濯物干してる。そういうところにちょっと生活感は出てくるけれど。まあ、そして、あとは、ま、生物の研究から趣味でオルゴール作りもしてるらしいです。いや、いいな。なんか趣味が女の子っぽいね、すごい。スピリチュアル大好き女子、サックスとオーボエの動向がとても気になる可愛い妹と。
いいね、心配してくれる妹。かわいい妹。はい、ここがね、まあ、生物の研究をしている研究部屋なんでしょう。いいね、主に、あ、でも、主に植物と、あと、まあ、こういう、海の生物？魚？みたいな、そんな感じかな？なるほど、なるほど。なんかクリオネってさ、天使とかって言われよるけど、めっちゃなんか、凶暴っていうよね。すごいなんか、逆に天使じゃなくって、悪魔みたいな感じって、聞いたことがある。え、どんなのやら怖。でもクリオネ多分なんか水族館におって、私、そう、お正月の旅行でさ、水族館行った時にクリオネおったけん写真写したんよね。あれアップしたっけな。なんかあまりにも写真の数が多すぎて、アップするときに多少厳選してアップしたけん、もしかしたら、アップされた中にないかもしれん、クリオネ。まあ、理系女ということで、まあ、でも同じ理系女でも多分ね、二人、それぞれ、しよることとかは違うんやろうしね。はい、二階へ。もしかして、あれなの？全体的に暗い部屋が好きなの？なんかちゃんとした照明じゃなくって、間接照明で生活している子なのね、多分。あ、なるほど、そういう感じか。ちょっとそこはあれだな、私、考え方が合ってなかった。きっとあれよ、プリンセスとか、お姫様みたいな感じの童話に憧れとる女の子なんやと思う。きっと。私にもいつか王子様が、みたいな感じの。はい、そして地下へ。お、ミュージックボックス。あれだね、オルゴールだね。え、これ何？これ貝よね。え、これは何？どうやって取るの？これ何？シャコ貝かなんか？なんて言うんやっけ？なんかわからんけど。え、こういうのもあるんや。なんか飾っとるの初めて見た気がする。そして私、オルゴール作ったことないんよね。これ、飛び盛りの中でね。現実にも作ったことないけど。え、でもなんか、こう、自由研究とかでオルゴール作ってくる子とかおったよね。すごいなって思いよった。かわいい、いいね。この部屋できっと、うっとりしながらこういう音楽を聴いて癒されよるんやろうね。お、家の前に花壇がある。いいね、いいね。はい、ということで、まあ、メロディーズ村と、メロディーズ村の人のね、名前も、こう人間関係とかによったら出てくるし、なんかその辺の人たちとの、関係とかもなんか見比べてみても面白いかと思います。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。人間関係とかはね、村長さんのツイッターの方に飛んでいったら全部まとめてくれてるんで、ぜひぜひそっちも見てくださいまし。